つまり着いた時から意識していた、つまり敗戦の戦士とか、なんていうか俗に言うその戦記物を読むということは、僕の場合で言いますと、もう20歳の時にやめてました。つまりこんなひどい戦争の負け方をする戦争戦記物を読んで楽しいわけがないんです。もう20歳ぐらいの時に戦争のことを考えるのをやめたんです。そして実際にテレビアニメの仕事をやるようになって、機動戦士ガンダムの企画を立てた時には、戦争ものを作るつもりなんていうのは全くありません。あれはあくまでも巨大ロボットが、らしく活躍できる場所を考えたら、戦場しかなかった、戦争しかなかったから戦争ものにしただけです。そしてそれをなおかつ今度は宇宙戦争にしたのは、 SF っぽくしないと、それから漫画っぽくしないと、アニメっぽくしないと、子供たちが見てもらえないからということで、しょうがなくて宇宙戦争ものにしたという部分があります。ただ今しょうがなくと言ったのは半分嘘です。でむしろ宇宙戦争ものにすることで、戦争ものを作ることができれば、それはそれで作品として面白いものになるだろうなという予定は立てました。ですから、どうせつまり戦場を舞台にするならば、基本的にそのテレビ漫画とか、それからおそらく実写でもそうなんですけど、戦争もので極めて手を抜いている描写があるということがあったので、その部分だけは入れてみせるということをやりました。つまり戦争ものを作るときに、戦闘シーンだけで戦争ものが作れるわけがない。一番その映画の中で抜け落ちていたのは兵站の問題です。兵站というのは、補給です。つまり前線部隊に対してどのように物資が補給されなければいけないか、それで物資が補給されない限り戦場というものは成立しないんだ。そして20歳までに知っている昭和日本軍の、これは陸海軍ともにです、兵站のことを何一つ考えてないバカがやった戦争なんです。で陸軍に関して言うと、基本的に現地調達です。現地調達ということはどういうことかというと、略奪ですよね。で海軍はそれさえ考えていない人たちの集まりだ。何を考えているか、要するにオタク、つまりマシンオタクの集まりだ、船オタクの集まりだ、船に乗っては気が済む、航空母艦を動かしては気が済むという連中で、彼らは戦争のことは考えていませんでした。考えていればあんなバカな戦争はやりませんでした。つまり僕の、だから今回今村さんをやらせていただいて、つまりラバール基地のことも改めて考えた時に、今の、科学技術とそれから航空力をもってしても、東京から、4000キロぐらいですか、このリーチを何をもって確保できると思ったんだろうかっていうの。でそれを今から6、70年前の軍人たちが本気でできると思ったらしいっていうのが2、3人いたんです。言っときますけど2、3人ですよ。前線の部隊の兵士とか将軍たちはできるなんて思っちゃいないんです。東京にいるやつだけができると思って、お前ら行けって言ったのが太平洋戦争です。それはおそらく中国大陸の、侵攻についても、そうだと思います。今あえて言葉遣いを気をつけてます。でそういうような戦術論から逆算していって、どう考えてもこんなバカな戦争ができるはずがない。でそういうような昭和の軍隊ということを改めて考えるようになった時に、やはり巨大ロボットアニメでも兵站ぐらいのことは考えているよってぐらいのことだけは見せておこうと思って作ったんだ。